木さん、ヤジを避けて八丈島ですか、萩生田ユリックと呼ばれたくないんですか、回路で中隊って呼ばれたくないからここ選んだんじゃないですか。刑事告発について一言。ありがとうございます。ヤジが嫌で八丈島選んだんじゃないですか。萩生田百合子と呼ばれてくなかったんじゃないですか。翼の塔の人知事、なんで日程公開しないんですか。 NHK だけ撮影してるんですか。差別じゃないですか。差別的報道対応じゃないですか。せこいんじゃないですか。せこいんじゃないですか。知事、なんで日程公開してないんですか。ここの NHK だけなんで独占取材なんですか。せこいじゃないですか。みんな高いビルだけではなくて、はい、
の緑の、はい、そして自然であふれる島もあるんですよって一生懸命で CNN とかの、はい、なども使って広告宣伝に努めております。より多くの、ね、あのインバウンドのお客様も来られるような、まあ、そういうあの宿泊、食事、飲食ですねなどの環境も整えて、港は十分いろんな船を通れられる、はい、そうですね、はい、整ってますね、はい、あそうか、それから何よりも空港がある、空港、はい、そうですね、ビジネスジェットそのまま入る、はい、そうですね、やってみましょう、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。それから餌をあげるの、今いただいてる、すごい、すごい、すごい、ユリコがユリコにこれは公正法違反にはならないですよね。お医者さん、あの1976年にカイロ大学卒業になってんだけど、どうぞ、はい、うわー、怖い、その年の5月に進級試験落第してるんだけど、あ、それは卒業は不可能じゃないでしょうか。はい、静かにしていただかないと。はい、ありがとうございます。どういう研究か、はい、すごい、本当にモリモリ食べて、アシタバ大好きなんですよ。あ、そう、アシタバの取れ具合は最高、はい、おぉ、すごい、まあまあですね、まあまあ、はい、でも昨日も大雨、はい、昨日か今朝まで大雨だったでしょ、はい、そうですね、あの島各地で土砂、はい、うわすごいぞ、あんたすごい、ゆりちゃんやるね。ありがとうございます。ちょっと食べ過ぎじゃない、うん、これぐらいでいいですかね、はい、では見ちゃって、はい、ありがとうございます。小道院さんが、お父さんとお話しされたと言ってましたよ。ありがとうございます。カイロ大学を卒業した後に来ておこうと、はい、すごい引っ張る力、はい、じゃあこれラストしましょうね、はい、食欲旺盛でございます、はい、学歴詐称問題はノンコメントですか、はい、ありがとうございます。はい、じゃああなたは8時を背負って頑張ってよ、ね、はいはいはい、ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。どう考えますか、こちらでお待ちください。社長に行って、なんで公表しないんですか、ここでこいんじゃないですか。学歴詐称問題については答えないんですか。聴導員さんの名前が出た途端出馬会見打ち切ったでしょ。あ、いたたたた、怪我しますよ、危ないですからやめてください。お待ちください、はい、しないでください、こちらまでです。なんで、視察じゃないの、なんで入らない、公務の視察じゃないんですか。公務ではありません。公務で、なんで入らない、政務でもダメなの、はい、ダメです、私有地なので。ここはどういうとこなんですか。ここはちょっとわからないです。食事ですか。わからない、表敬訪問。ここはただ運転手なんで。あ、そうですか。なんか言ってましたけど、どういう目的かとか、就職する、全然分かんないです。分かんないですか。そちらの完全に私有地になるんで、そこはやめ、
今日これはどういう会合だったんですか。個別訪問ですか。選挙中禁止なんじゃないですか。創価学会公明党関係者との会談ですか。公明党のポスター貼ってありますけど、どういう人なんですか。知事、公明党学会関係者との面談だったんですか。選挙中の個別訪問禁止じゃないですか。どういうお話をなさったんですか。公明党関係者の家ですよね、これ。ポスター貼ってありますけど、選挙対策作戦練ったんですか。選挙中の個別訪問禁止じゃないですか。学歴詐称問題をもっとオープンに語るべきじゃないですか。ございます。どうぞよろしくお願いいたします。8条にはね、私は6回目かな、つい先日っていうか5月の末にも伺いました、そしてあちらのこの漁港の何階かな、あそこでお弁当をね、山下町長と一緒にいただいて、その時の山下のお母さんがですね、もっと島寿司食べろって言ってじーっと私のとこ見てるんですね、でこれも美味しいから食べろと言われて、でもみんな美味しかったです。そして、島の皆さんから直接ね、いや徳節が取れないんですよと、磯焼けが激しくてね、やっぱり地球温暖化っていうのはこういうものなんですかね、そうやって皆さんから直接お話を伺いに来る、だからこそこの島は大事、東京にとって大事、私はいつも選挙の時には早々に八条島にお伺いをするようにいたしております。東京都知事としてお作法だというふうに思っております。今日また八条の皆さんに直接お会いできて大変嬉しく思いますし、早速木八条のスカーフも巻いて今日この場に立たせていただいております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。その時もね、町立の病院も伺いました。というのも東京都としてこの島の、通信状況を良くする、それによって八条の町立病院で例えばエコー検査を受けますとそのまま画像として広尾の病院につながる、診断ができる、これだけ離れていても情報通信の技術そしてその質がですねどんどん高まっていることによって、そしてそれを活用することによって
島の皆様方も安心をして、暮らしていただけるというものでございます。広尾の病院とまさにつながった状態でですね、診察を受けていただいているその状況、私も見てまいりました。これから広尾病院も改築などが進んでいきますけれども、しっかり島の皆さんのお一人お一人の命を守る、そのための病院でございます。この町立病院と連携をしながら、広尾病院、皆様方の命と健康、これからも守ってまいる、まさに都政としての役割だと、このように思います。そして世の中どんどん変わってますね。そういう中で産業も大変化でございます。この島のさまざまな、例えば喜八条一つとりましても、伝統文化、匠の技術、これをですね、例えば新しいこう、ネクタイもそうなんですけれども、いろんなものに変えて、そして匠の技術を残し、八条の文化をこれまで以上に伸ばしていく。マーケットは世界です。グローバルに戦えるような、そんな素地を整えていかなければならないと考えています。私は今回3期目の東京都知事選挙に臨んでおります。2期8年間皆さんのご協力を得て、そして東京大改革一つずつ進めてまいりました。その政策については169もの政策を、東京の未来を戦略的に進めていくというパッケージにしまして、未来の東京戦略の中にしっかりと書き込んでおります。そしてそのうち130を超える政策目標、推進をし、また達成をしているもの多々ございます。そして皆様方にはそれを実感をしていただくということも重要でございます。産業も大きく変わっているということを申し上げました。例えばデジタル社会も大きく変わっています。いろんな手続きもですね、ご自宅にいながら手続きができる、そしてそれによって届け出もできる、保育園や幼稚園、どこに行ったらいいかしらということで、それもデジタルを使って可能になる。このようにですね、デジタルを生かすことによって都民の生活、暮らしがより便利になって安心になる、そのような項目も含まれております未来の東京戦略、これを2期8年着実に確実に進めてまいりました。またこれまでの都の予算財政をチェックをするということで、毎年1000億円のこの予算見直しをいたしました。そして8年間ですから約8100億円のそれだけの見直しをし、新しくその予算をこれから必要になってくる、そちらに付け替えをして、そしてより有効にこれから必要になる分野にお金を、皆様方からの大切なお金を充てるようにいたしております。これによって行財政改革進めてまいりました。1期目の情報公開も進んでまいりました。もう最初からホームページに上げて必要な人に見てもらいましょうという方針に変えたところでございます。1期目の東京大改革 1.0、 そして東京大改革それに続く 2.0 におきましては、人が輝く東京ということで、さまざまな政策を進めてまいりました。でもね、皆さん覚えてますよね、コロナが3年間東京については1200日続きました。島の皆さん大変でした。動かないでね。そして皆さん近所の方とのお付き合いも、これも注意してね、マスクしてね、手洗ってね。そして病院の方もですね、大変、お医者さんも看護師さんも大変な状況にありました。でも戦略的に対応を進めた結果、高齢者の施設に対しまして、こちらからワクチンのバスを派遣をするということから、結果として都民の命を守る、この
一番大きな目標に向かって進みまして、その結果世界の中で特に OECD 各国の中でニュージーランドに続いて東京は国ではない、だけどニュージーランドに続いて東京は100万人あたりの亡くなる方を少なく抑えることができたということでございます。今回東京大改革 3.0 を進めてまいる、これまでの延長線というわけではありません。世の中がこれだけ変わっているわけでございますから、よりデジタル化も加速をしていく、先ほどのここの町立病院で受ける診察も疲労でしっかりと受け止めて、それに対しての答えが出てくる、そしてお薬はこれですよ、こういった形にしましょうねという、非常にコミュニケーションが良くなる、これをさらに爆速で進めてまいります。ヤフーの元社長会長の宮坂さんがこのデジタル化についてはですね、より一層強力に質量ともに高めてくださることとなっております。期待をしてください、よろしくお願いを申し上げます。そしてまた経済が変わっていく、その中で今円安の影響を受けてますね。特に島の経済はその分煽りを受ける、船で物資を運ばなければならない、その分が加算されてしまう、それは皆さんのお財布に直接響く ところでございます。これまでも当初予算でこの物価高についての対応を進めているところでございます。そして今月皆様方にはですね、この物価高対応ということも含めてクーポン券などで所得の低い方々を対象にいたしまして、1万円、提供させていただくということ、これは昨年度の最終の補正予算に盛り込んで全ての会派に、ご賛同いただいたという、そのような予算付けとなっております。それからもっともっと女性の皆さんも力が有り余ってるんじゃないですか。この日本東京においてもっともっと自分ができることたくさんあると思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。毎年発表されますジェンダーギャップ指数という世界のランキングがあります。なんとこれまでも日本は先進国の中で最低でございました。148カ国中ですかね、125位か、もうとにかく下から数えた方が早い。今回ちょっと良くなったんです、119位、全然ダメです。あ、ごめんなさい、118位です。あまり変わりはないですね。その前は117位っていうのはネパールです。そしてまた他の韓国で94位、フランスは22位というような状況。さあ、私はこれはむしろ伸びしろがあると思っています。皆さんの、女性の皆さんの力をもっと生かすことによって、この8条ももっと輝いていくのではないでしょうか。観光客もインバウンドが先日発表されました数字では、東京を訪れるインバウンドのお客様は2000万人になりました。これはコロナの前よりも多くなっている。そしてその人たちが落としていってくれるお金がなんと2兆7000億になります。今日本は全体として人口が減っていく、そしてその分GDP も減っていく、ましてや円安で160円、もう160円近いですよ。それで割ることによってますます縮小してしまうんじゃないか心配があります。そういう中をインバウンドの皆さんが埋めてくれるといいましょうか。これまで持てる日本の力を、海外からの観光客をもっともっとお越しいただいて楽しんでいただく、8条もですね、もっとインバウンドの皆様方が楽しんでいただく。私は言うんです、東京にはビルの森があるわけではだけではないんですよ、ビルの林だけではないんですよ、素晴らしい自然があるんですよ。そのことをですね、 CNN のコマーシャルでも発信をしておりますし、ことあるごとにぜひこの島を訪れてください。多摩の緑も
大変おいしいですよっていうことをお伝えをしている。これからもですね、宝島のこれまでもさまざま皆さんの持てる魅力をですね、磨きをかけていく、プロジェクトを進めてまいりました。これから3期目に向かいまして、皆さんご協力をいただくことによってですね、さらに八丈を、そして島嶼地域をですね、磨きをかけて、世界からインバウンドのお客様が楽しんで期待を持って来れるように進めてまいりますから、どうぞご期待いただきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。ありがとうございます。まあね、八丈島はだいたい7000人の人口で推移をしている。そして待機児童はほぼおられない、2人3人といったところですけれども、この島の皆さんのこの絆でもって子育ても社会的町を挙げて進めておられると思いますが、しかしながらちゃんと保育士の皆様方の人材の確保、それから今 40% この島はですね、高齢化で進んでおります。ということはこれからのですね、皆様方の高齢化がさらに進むということを考えれば、介護をする人を確保していく、これについても介護対策、介護の人材確保、これについてしっかりと東京都と、そしてこの八丈町と連携しながら進めてまいります。要は皆さん、これからの東京大改革 3.0 はこれまで以上にもっともっと東京を良くしていく、八丈を良くしていく、それは皆さんと共に始める、皆さんと共に進めていく。私のポスターご覧いただきましたでしょうか。島民の皆さんと進める、島民のために進めるということを明記させていただきました。この島には島の課題がある、島には島の解決策がある。私は一つ一つの島の魅力をしっかりとしっかりとつかみながら、この八丈だからこういう政策、そしてまた豊島や大島ではこういった政策、一つ一つの島をカスタムメイドでこれからももっと良くしていきたいと思いますが、ご期待いただけるでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、世界は大きく変わっています。そして混乱もしています。だからこそしっかりと東京都は首都としての役割を果たしていく、そしてその東京の大事な役割を担っていただいている島の皆さん、八丈の皆さんがこれからも安全安心に、そしてまた自然災害はますます激しくなってきている、強靭化をしている、そのためにも皆さんが安心安全に暮らせるように命を守ってまいります。私はこれを首都防衛とこのように申し上げております。皆さんと共に、島の皆さんと共に、皆さんと共にこれからもしっかりと都政を前へ前へと進めていく、古い文化も大切な伝統も守りながらこれからも前へ進んでいく、皆さんと共に進めていきたいと思います。どうぞ小池百合子よろしくお願いを申し上げます。お忙しいところお集まりいただきました、ありがとうございます。頑張ってまいります。ありがとうございます。ちょっと声が変えられるのは早すぎるかもしれませんけど、思いっきり皆さんと対面して、そして政策をお訴えをしてまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。小池さん、1976年に拡大していて、この時に国境を引くことは不可能です。邪魔しないで、島の人いっぱい来てますよ。頑張れ頑張れ。小池さん、子育て予算何倍にしたんですか。やり始めるのが遅すぎたんじゃないですか。泉房穂さんは 2.4 倍にしてますよ。明石市は選挙前に急に始めたから出生率 0.99 なんじゃないですか。何倍にしたんですか。答えられないんですか。予算やめてください。何倍に。選挙妨害です。選挙妨害やめてください。
答えられないですか。選挙妨害やめてください。24回に向けしてますよ。1976年に卒業できないじゃないですか。ありがとうございました。さすがに、さすがに、どうぞ絶対来そうな感じ。手が奥からいいです。並んでるから。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうです。あ、ゆうちゃん、グーの準備してもらいたい。代わりにグー好きなんやけど、ちょっと近くにお待ちください。ありがとうございます。福さん、どうして福岡市を一番最初の演説場所にしたんですか。こちらに収納でございます。ありがとうございます。子育て何倍にしたんですか。答えられないんですか。インディビスタオさんは 2.4 倍にしてますよ。小池さん、何倍にしたんですか。8年間で。赤字市は 2.4 倍にしてますよ。選挙前に急に子育て支援があるから出生率 0.99 なんじゃないですか。初動が遅すぎるんじゃないですか。 0.99 の責任取らないんですか。何倍に増やしてんですか。よく子育て予算答えてくださいよ。答えられないんですか。3.8倍。小池さん、東京都の子育て予算どれくらい伸ばしたんですか。泉房夫さんは 2.4 倍に増やしてますよ。何倍か答えられないんですか。選挙前になって急に子育て予算を増やしたから効果出てないんじゃないですか。東京出生率 0.99 の責任取らないんですか。子育て予算何倍になったか教えてくださいよ。